つうかこれ国選じゃん。国選の連続記録を持っている、どうも、ななみんです。時間芸ロードです。よろしくお願いします。ただいま、22時57分。日本時間に、つうか似てない。国選、俺も国選打ちたいよね。これアンチどものデコにさ、国選のデコピンをね、やりたい。国選で、あと、左金玉だな。まあ、アンチは、まあ、100% 男性だろう。まあ、女性なんてね、ギュッと話せば体伸びたさみたいなばっかだからな。うん、よろしくお願いします。はい。だおめえさ、これボール使わざるを得ないでしょ。使わないそこは使えよ。わしずいちゃんちゃん、あのね、この人の名前はさ、俺は最強オフェンスなりだ。はい、ボール使いました。くねくねドン。はい、いいですね。うん。俺的にはさ、これわざとね、食らってると思う。わざと食らって、俺が竹引くぞーみたいなね。あ、この気合技師はさ、俺が誘った、心眼ジュニーですね。立ち回りがすごく良くて、街道キャラをメインとして使ってくれてて、いつかね、ポストマンに変えて、その日、めちゃくちゃね、流れ悪くてね、で4人で行ってたんですよ、リスナー様。プラス、俺が野良で誘った心眼。12位だったからさ、お、いいじゃん。で、すごいいいもいもするんよ。チェイスは、まあ、成功率はそこまで良くないんだけれども、イモイモがすごくて、あと最初からハンターのね、まあ、場所が見える、姿が見えるってのも結構大きなメリットだと思ってさ、フレンド申請して、ね、一緒に行きましょうみたいなね。うん。そうしたらね、もう、まあ、立ち回り良かったです。はい。ね。でも、時たまね、えぐいことになる。時たまえぐい。まあ、それは多分、俺たち、ジャップたち、俺たち3人、日本人じゃん。俺たちと立ち回りが合わないだけかもしれない。中国人での立ち回りかもしれないしな。うん。でも、といってま、んなんでこう動いてくれないんだろう。あははみたいな、ね、思う時があるけどね。あははは、のび太くん、なんでわからないのってね、ドラえもんに言われそうな感じでね。うん。で、ハンター索敵したので、あそこ隠れます。はい、いいですか皆さん、足跡しっかりの押さえてください。よろしく、じゃないとね、良くないんでね。で、ハンターは、これ後ろ見てたんだけれども、ちょうど見えへんね。ちょうどええ感じに泣きピカトーンってくるんだよね。ここはもうそのまま救助します。食らっても救助です。はいね、すぐ離れましょう。ね、攻撃食らってもいいんです。離れましょう。はいね。パーチはね、結構いい感じだったんで、今回はね、暗号機は早いですよ。なぜなら、機械技師が人形と本体でね、まあ、ガン解読してるんで、よろしく。で、次の救助は多分成功しない恐れがあるので、あと、危機一発持ちが泣きピしかいませんので、もう一人の、ね、危機一発持ち、はい、オフェンスでございます。で、この角も倒れるんですけども、泣き火がすでにね、食らってる状態でフォロー来るわけにはいきません。よろしくお願いします。で、他のね、OB、オブザベーション。他のなんていうかな、牽制。ね、炭鉱とかオフェンスみたいなね、そこまでね、強くないですな、キピは。はい。よろしく。で、多分、機械技師フォローに来るのかな。うん。はい、いい服です。太田Eさん。何このスキン。で、最後、泣きピは、多分ね、詰めて救助ですね。で、これね、バーメイド食らってもいいと思うよ。ハンターはそれ分かってんで攻撃しないんだな。うん。まあもう見る必要ないね。まあ、あとは、もう触手連弾でね。うん、これは減速が入ります。はい。定義心もね、はい、なぜか知らないけど、なんか香水に変えておりました。これがね、功を奏していると。まあ、この試合勝ちなんですけれども、どういう流れかというと、オフェンスがね、ええ感じにね、まあ、チェイスして、まあ、正確にはね、肉壁とかされまくって、まあ、肉壁されまくってはないか。フォローされだね。そう、機械技師がいるせいで、いるおかげだと、泣き火がいるおかげで、ハンターうかつに動けないんだよね。触手で仕留めにかかるしかないんだよね。そう。で、機械技師にも当たるしね。これね、なんていうんかな、オフェンスのチェイスがいいのよ。そう。で、オフェンス使いって、結構フォローしに行くのが分かってないと無理なわけよ。で、あとフォローされやすさも、なんていうかな。わかるみんな。牽制する人ってさ、牽制じゃない、フォローする人って、フォローされうまいのよ。わかるみんな。オフェンス使いって、オフェンスが、ね、どういう動きしたらフォローしやすいか分かってるわけよ。ね。だから、ね、他の人たちが、はい、ジャンガ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 。てか、田中さんってさ、やまねえって言うよね。うん。で、ちなみに、泣きピは、生存の意思3ぶりでございます。はい。なんやかんやとね、なんていうんやっけみんなあれ。うたたねか。うたたねさんより、泣きピは生存の意思やな。あ、ファーチェ率が少ない。うん。あとロケットを、2本ぐらい使えるわけよいつも、そうするともう1台ギリ上がるから、もうその試合引き分けでいいんじゃねみたいな感じでね、基本的に救助なんで、救助した後の、こういう試合、釣られる可能性が非常に高いんで、で泣き病ね、遺産号機に倒れることがね、少ない、唯一の、少ないやつら。はい、唯一なのにやつら。矛盾してね、ほぼ確実にっていうみたいな、こういう言葉、矛盾してねって感じ。ほぼってさ、確実性ないのに、ほぼ確実にっていうね、その確実にの確実にって、確実って確実じゃん。絶対は絶対ないって、それもすでに絶対なんです。ねっていう、このセリフ、フレアさんめっちゃ嫌いらしい、これ。絶対は絶対ないと、それもすでに絶対です。あれ嫌いじゃないか。あれ好きなんかな。あれむしろ、はい。なんだよお前、どうして登録しない、簡単だろ。おい、そっちじゃなくてこっちだよ。ちょいちょいも登録したよな。ああ、大丈夫。